はい、今日はねバッテリーがいっちゃったので交換したいと思います。ね、こいつをね外さないといけない。ここだね。
外れました、ね、YTX12BS、ね、これ、日本メイドインジャパンね。あ、これチャイナだ。でもね、これダブル800、私のなんと12万5000キロ走ってます。そしてね、一回も交換なし、12万5000キロこのバッテリーなんとか生き延びました。でもね、この冬ここ数回エンジンかけようとしてね、なかなかかかり悪いので、ついにね10年目で交換します。 YTX12BS ダブル800のバッテリーです。これショップさんにね持ってってやってもらおうかな、まあ、優秀なメカさんがコインにしてるんですけれども、まあ YouTube 動画見ると結構先人たちが自分でね DIY でやってるのを見て、まあ簡単そうだなと思って今ちゃちゃっとやってみました。普段ねこんなとこ開けないんですけど、以前にUSB、電源ね取ったり自分でしたことあったので、とりあえずねだいぶ汚れて汚いんですけど、やってみましたね。よくこういう狭いとこにね押し込んでますよね。もうここ開けたの何年ぶりだろう、9年8年ぶりくらいかな。あとまあ掃除してね、新しいバッテリーを入れようと思います。これね、まあ型番調べて Amazon さんで1万1000円ぐらいだったかな、見つけたので、数日で届くのでね、同じものを逆に付け替えればいいだけですので、比較的簡単ですね。他に汎用バッテリーで台湾製とかね、あと安いのもあったんですけど、値段見るとだいたい9000円ぐらい、まあ、約2、3000円違うんですけど、ね、信頼の10年持ったこれと同じのをね入れようと思います。まあ、今日はね、バッテリーが死んじゃって DIY でとりあえず取り外し動画です。またね、まあ、天気が良かったら、バッテリー届いたらね取り付けの方行こうと思うんですけど、まあそんな難しくないです、ね、ちゃちゃっとできると思います。はい、ご視聴ありがとうございます。 Thank you for watching my channel、Today is a bike section. Thank you. Good day.